すべての草野球選手に光を、ナオピーチャンネルの提供でお送りします。ナオピーチャンネルでは、オープン戦ヤンチャーズ対UK ベースボールクラブの試合をお届けしようと思います。自粛明け一発目の試合です。スタメンはこのようになっております。先発ピッチャーは増森さんです。1回の表、1番栗林、ワンワンから、これがサードフライになります。2番バッターは澤田、ここはサードゴロになります。ツーアウト、バッターは3番金田です。ホームランのコツを掴んだらしいです。しかしここは空振り三振。先発ピッチャーは増森さん。ツーストライクに追い込みます。この辺りライトナオピーの元へ、これはライトフライになります。ツーストライクに2人目追い込みます。しかしこれは空振り三振。そしてバッターは大阪の石穂リンダ選手。ここは鋭い打球がライト線を襲います。シングルヒットになります。そしてここを歩かせます。ツーアウトながら2、3塁です。そしてここはフォアボール、ツーアウト満塁になります。ここでこの辺りがライト前ヒットになり、先制点を許してしまいます。しかし後続はショートゴロに打ち取ります。ヤンチャーズ1点を追いかける展開。バッターは4番山松。ここはセンターフライになります。バッターは5番ナオピー。カウント 2-3 から引っ掛けます。セカンドゴロになります。そして6番橋口さん、2ストライク2ボール。この当たり、鋭い当たりもセカンドナイスプレイ。回は進み2回の裏、この当たりショート澤田ナイスキャッチ。この当たりはまたしても澤田、いいショートです。そして増森さん、いい反応を見せます。
3回の表バッターは7番隼人。この辺りは引っ掛けてサードゴロになります。バッターは8番大樹。この辺りがヒットになります。バッターは9番ミッシー。ここはフォアボール、チャンスです。ワンアウト1塁、聖夜がバント。しかしここを強く行き過ぎて3塁がアウトになります。フォースアウト。ツーアウト1、2塁、バッターは栗林。ここでレフト前ヒットを放ちます。ナイスバッティング。ここでチャンスで澤田、いい当たり。しかしショート正面、ヤンチャーズ得点を奪うことができません。3回の裏、センターヤマス、ナイスキャッチです。またしてもヤマス、ナイスセンターです。そしてバッターは強打者です。まあ、そういった苦手意識があります。またしてもこれはいったか、フェンス直撃です。なんとか二塁には行かせません。盗塁を決め、ランナー2アウト2塁。ここでこの力で持っていった、これがレフト前ヒットになる。二塁ランナー一気にホームに狙ってホームイン、得点を奪われてしまいます。そしてこれもまたしてもレフト前ヒット、ツーアウトながらまたしてもピンチです。しかしここはセカンドゴロに打ち取ってアウトにします。4回の表はバッター金田、打ちました。しかしここはライト正面になります。バッターは4番山増、気合十分です。カウント 2-2、 この辺り引っ掛けてしまいます。サードゴロ、バッターは5番ナオピー。無理やり打った打球、しかし伸びが足りません。甘い球でしたが打ち損じてしまいます。4回の裏、この辺りセンターミッシーに勝っている。素晴らしい、ナイスキャッチ、スーパープレイ、ミッシー素晴らしいプレーが出ます。そしてもう一本センターに行った。しかしここはさすがの守備範囲、この回を終えます。5回の表バッターは橋口さん、ツーサイドに追い込まれ、強襲の当たりもファースト正面、隼人、この止めた当たりがヒットになります。バッターは大樹、ここで盗塁を仕掛けます。ワンアウト二塁、チャンスです。この辺りはセンターフライになります。ツーアウト二塁でバッターはミッシー、ツーストライクに追い込まれます。ここは見逃し三振。
5回の裏、松森さん先頭バッターにセンター前ヒットを打たれます。そしてこの辺り金田が素晴らしいプレーを見せます。ゲッツーになります。そして次のバッターをセカンドフライに打ち取ってこの回ゼロにしのぎます。6回の裏、せいや2ストライクに追い込まれて空振り三振。バッター1番2回り栗林、ここはショートゴロになります。バッターツーアウトで沢田、沢田が打ちます。ぐんぐん伸びて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 フェンスワンバンまで行きます。ツーベースヒットになります。ツーアウトながらチャンスでバッターは金田。このワンバンで沢田一気に三塁に向かいます。2アウト3塁、この投球で一気にサードホームを狙う。しかしこれはアウトになってしまいます。ピッチャーは栗林に変わります。しかしここはフォアボールになります。ここで盗塁、ノーアウト2塁、4番バッターを2ストライクに追い込み空振り三振。素晴らしい投球です。ワンアウト2塁、ここでエンドランを仕掛けられる。一気に一塁ランナーホームを狙います。悠々とセーフになります。3点目突き放されます。しかし後続を打ち取ってこの回1点でしのぎます。最終回バッターは3番金田から、ライト線抜けます。先頭バッター出塁します。ここで4番山松、気合十分です。2、2塁まで行ってこれは強烈な当たりもショートゴロ。バッター5番ナオピー、これはデッドボールになります。ワンアウト一塁二塁でバッターは6番橋口さん。粘ります。ここでフォアボール、素晴らしい。ワンアウト満塁です。ハヤト打つことができるんでしょうか。ワンワン、しかしここはインフィールドフライです。そしてバッターは大樹、長打が出れば同点です。しかしここも詰まらされてセカンドフライ。試合はゲームセットです。ヤンチャーズ今シーズン初黒星を喫してしまいました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。デイクエストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ、はい、どうぞよろしくお願いします、はいはい、ホームページあるんでぜひいろいろ見てもらえたらと思います。じゃあグローブをちょっとチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。サバチャンネルもやってます。で、TikTok もやってます。いっぱいやってるんでよろしくお願いします。今日の動画は以上になります。